こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は9月16日です。私今大洲市役所別館前駐車場に来ております。大洲市議会9月定例会は昨日で一般質問終わりました。全部で9名の議員が登壇し質問を行っております。市議会は今日から常任委員会審査になります。今日は午前中が総務企画委員会、そして午後からは私も所属しております厚生文教委員会になります。審議時間長くなると思います。では委員会行ってきます。総務企画委員会終わりました。私も事務所に戻っております。時間は約1時間半の議論となりました。議案数は少なかったんですが、中身ある議論が行われております。まず一つといたしましては、大洲市の議会の議員及び町の選挙における選挙運動経費の公費負担に関する条例の一部改正が出されまして可決しています。これにつきましては、物価の上昇、また消費税率の引き上げに伴いまして、市会議員選挙や市長選挙の際の公費負担の金額を引き上げるものでありました。それからもう一つの議案、大洲市職員の育児休業等に関する一部改正についても出されております。これはですね、今日出された資料なんですが、このような、今年の10月1日から育児休業、育児参加のための休校をより柔軟に取得できるようになりますという、これは、人事院の資料なんです。これに基づいて、どういうふうに、ね、この育休制度がなっているかの説明がありました。また委員の中からはですね、このいわゆる育休手当が、まあ、いつまで出るんだという質問が出たんですが、理事社がですね、一部的確に答弁ができずに、後で答弁を終了した資料が配られる、そのような一幕もございました。私、まあ、決して、ね、悪く言うわけではないんですが、やはりこういった委員会の場合にもう少しね、女性職員であるとか、やっぱ実際に出産育児の経験のある方がいないとですね、やっぱなかなか我が事として捉えられないじゃないか、そういう思いもしました。私も今年の6月に子供が満1歳になりましたんで、私の妻も育児休業手当出ておりましたし、2年過ぎるとですね、例外を除いて出ないというのはもう制度としてよく存じております。ですからやっぱりいろんなね、視点が入ってこないと、こういった議案の審査なかなかね、的確に議論ができないのかな、そういう印象を持ちました。またもう一つの議案としては、タクシー事業者物価高騰対策支援給付金80万円というのも予算出ております。これは現在大洲市内のタクシー台数は16台でして、1台あたり5万円の給付金を支給するというものでございました。台数がですね、現在江南タクシー6台、安全タクシー6台、宇和島ハイヤー3台、それから、新谷タクシー1台と、こういう状況です。もう一つが予算関係が、市民文化会館設計者選定審査委員会の予算65万3000円がついております。これは令和10年を完成を目指しております新しい大洲市の市民文化会館建設に向けまして、設計業者をプロポーザル方式で選定するための審査委員会を開催するということでした。またこの新しい市民会館の動きもまた改めて報告をしたいと思います。またその他の項目といたしまして、選挙の投票所のですね、投票しやすい環境づくりとか、また移動投票所の検討に入ってほしいなど、そういった要望も出ております。また動きがありましたら、この YouTube チャンネル中野博史 TV でも報告したいと思います。以上が総務企画委員会の内容でした。今日の午後は厚生文教委員会です。私も中に入りまして、長い議論を行いました。その模様はまた明日以降報告したいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。